んは皆さん。こんばんは。突然のゲリラ配信になっちゃった。今日公演がね、チャットリと四国公演あったので、公演あるのを待っておりました。しゅんさんお疲れ。テキサスのロンスターさん10、しんいちさんお疲れ。ひまわりさいたさんゲームギフト、スプマンテさんかわいい、しんいちさん10、仲ゆうさんハート、さとこさん10、陣内さんお疲れ、さわっちょさんお疲れ、にしさんお疲れ、パニーさんお断り、麦田ピッポさん10、陣内さん10、ありがとう。カメさんアドバルーンありがとう。カズナシンさんお疲れ、ゼータンかわいいありがとう。ジョナラゴさんバラ、いっちゃんお疲れ、中田さんお断り、アルさんペロペロキャンディー、ワライオンさんハート、ヤスさんハート、いっちゃんかわいい、コウジさん10、サワッチョさんペロペロキャンディー、昼休みさんバラ、アルテミスさん10ありがとう。しんいちさんゲームギフト、いっちゃんお断りです。しんちゃんさん10、コウさんかわいい、バライオンさんハート、一粒の麦もしさん10周年クマ10個ありがとう。しんいちさんお断りです。カードリさん10、中田さん10、クックさん、コウさんペロペロキャンディ、ワウワウさんお疲れ、ミッチーさんお断りです。わーん、どこまで読めた。ジュナラゴさんハート、トモッチさんレインボースター、めっちゃきのこさんハート、カズノシンさんスイーツ、パイノミさんペロペロキャンディ、ソラスユカさんカズノフォンテンさんハート、カズヤさんガトーショコラさん、ビーディーマンさん10、リノッツォさん音符、トモチさんアイス、山猫坊主さんレインボースター10個ありがとう。ロー人形さんコバン、アルさんレインボースター、ビーディーマンさんトッツァン10ありがとう。こんばんは。大吉さん、ともちたん、ハートありがとう。増量直もなかジャンボ食べた？あ、食べた。私も昨日、違う、一昨日食べた。美味しかった？パセのやつはなんか半分、縦半分のこっち側ちょっともなかがちょっとしなしなで、こっちパリパリっていう珍しいタイプの個体でした。こんばんは。ケンジさんペロペロキャンディありがとう。カズノシンさんレインボースター、ケンジさんお断り、シェンさんハート、カズノシンさんレインボースターありがとう。こんばんは。今日はね、今日も昨日も今週始まってもう3日経ちますけど、月火水3日間とも眉毛と目だけメイクしとけばいいやの日なんですよ。だから明日久々メイクする。今日なんか眉毛と目だけしときゃ成立するタイプの日だったからラッキーって感じです。マリオ2さんバラ、さんまさんレインボースターありがとう。こんばんは。そう、お肌休ませ日なんだけど、卒婚からの暴飲暴食でちょっと肌がね悲鳴を上げてます。落ち着かせなきゃいけん。そう、まつげのおかげで。レネさんハートありがとう。あのね、明日がとてつもなく早起きで、みんな朝ちょっと起きろーっていうテレパシー送っといてください。マチャルさんハート、サゴーゾさんハート、ともちさんレインボースターありがとう。ファセリ起きろーっていう念を送っといてください。わーん、
ね、今日から三角チョコパ新しいの出るね。いちご、いちご、スタバもマックもいちごや。明日4時半にさテレパシー送っといて。朝配信はないです。朝配信をすることはできないです。夜配信します。マチャルさんお断りです。レインボースターありがとう。カエデさん、ジュウ、シンイチさん、カマちゃん、アイス、スケーモンさん、バラありがとう。マルさん、ハートありがとう。そう、早い。テレパシーよろしくお願いします。なんかさ、メンバーとか結構ギリギリまで寝てすぐ出かけられるタイプのメンバー多いんだけど、私はそれがちょっとできないんですよ。余裕持っとかないと怖くて、二度寝もしたいし、とか4時半に前もって前もって4時半に起きようかなと思ってます。うっかりあんこさんお断りです。ゆうちゃん、じゅうありがとう。10個、もうこの後お風呂です。もうパジャマ着てるけど、寒すぎて部屋着としてパジャマも着ちゃってるけど、この後お風呂です。やだ、もう眠いんですよ。夜ご飯に親子丼作って食べたらもうお腹いっぱいで眠たくなっちゃって、眠いのでもうそのまま配信終わったら眠たい気持ちなんだけど、お風呂です。まだお風呂終わってない。ろう人形さん音符、たかしんさんお断りです。しょうさん、10周年くまと10ありがとう。風呂頑張る。かつお51号さんだるまありがとう。日中は今日はノースリーブのワンピースにカーディガンを羽織りました。それでもちょうど良かったんですけど、帰ってきて日が暮れたら寒かった。さすがにさすがに寒かったです。コナンさん、ペロペロキャンディありがとう。鶏肉は冷凍庫に眠らせてたやつがあったから早く消費したくてボリューミーでした。そう、まつげパーマいい感じです。生誕に向けての衣替えは今日ニットを洗濯しました。冬用のニット洗濯して、今日帰りにお仕事の帰りにニットをゲットしました。こんばんは。ドゥームズデイのメモ分かりやすかった。本当もうね、書きすぎると情報量多すぎるから難しかった、難しかったけど、あれで少しでもみんなのやる気がね出ればいいなって思います。なかなかね、始めるまでがきっとなかなかね勇気出ないと思うので、こんばんは。川取さん、レインボースターありがとう。そう、今日立冬らしいよ。もう冬だよ。24つあるうちの19番目だから、もう年末が近づいています。やばすぎる。ミスターさん、花束ありがとう。承認待ち、ちょっとお待ちくださいね。スタッフさんが、ルームズデイ側のスタッフさんが承認 OK してくれるのをお待ちください。ねえ、立冬、そんなになんか立冬とか言われるぐらい寒くはないよね。でもお風呂上がりがめっちゃ寒いの。本当に寒くて、昨日湯船食べたんですけど、久々に寒すぎた。しんいちさん、レインボースター、ジュノラゴさん、ハートありがとう。
今日はちょっと溜める気起きないからシャワーでいいやって感じ。もう一回使ったら寒くて出れないから。今ね、あの同盟の人数増やせるようにやってますので、申請中の方お待ちください。ジュナラゴさん、レインボースターありがとう。お、生誕祭行けること確定しました。やったじゃん、やったじゃん、来週じゃん。何話すかまだ全然頭の中はまとまってません。クロさん、レインボースター、ヒカルさん、ハートありがとう。ウェンウェンウェン、明日のお仕事の準備も何も終わってません。やばいやばいです。荷造りとかをしていません。やびゃーです。生誕の席下手すぎてパが見えない確定。なんだって、クワトロはそういうとこがあるよな。そうだよね。ミスターさん、だるまありがとう。風の新さん、ハートありがとう。そうだよ、同盟申請の時はフォーム入力も必要です。ホームページからフォーム入力してください。ゴンベンさん、10周年クマありがとう。アンピー卒業してしまったの？卒業してしまいました。そうです、卒業してしまいました。でも実感湧いてません。普通にレッスン場行けば会えると思ってるよ。いまだにリリーベ遅れていくことになりました。あら、間に合いますように待ってます。来週の何時ぐらいまでやってるんだろうね。時間、開始時間は分かるけど何時までか分かんない。これぐらいの時間かな、今ぐらいの時間。なんかめっちゃ今日目チカチカする、眩しい。漆黒のチーズケーキは食べてない。発売日の前の日にスーパーに売ってあったんだけどね、買わなかった。今日はサーティワンのアイス食べました。ねファンキーモンキーベイビーズみたいな名前のやつ食べました。ファンキーなんちゃらみたいな食べました。無料でした、誕生月だから無料で。シングルサイズが1個もらえたので、ファンキーモンキーベイビーズみたいな名前のアイスを期間限定のやつ食べました。とっても美味しかったです。おすすめです。うん、なんかそんな感じの名前のやつ、何だったかな、ファンキーなんちゃら。え、サンデー食べてないの、忘れてたの。サンデーもまた食べに行く。あとリコちゃんにもらった銀だこの剣も使いに行かなきゃいけない。何だったっけな、ファンキーなんちゃら、緑の色、緑色です。宮口さん、ハートありがとう。新一さん、10、陣内さん、ハートありがとう。ちょっと名前がちょっと出てこない。でもちゃんとね、31のアプリでね、お気に入りカスタムしたんですよ。ちょっと気になるから調べちゃおう。ファンキーねえねえ、みんな教えてくれてるけど星になっちゃう、星になっちゃうから何も伝わらないの。悲しいけど、ファンキーフランケン、それかも、それかもしれない。31新作、緑のやつだよ。え、やばっ。今ね、31のホームページ開いた瞬間、上にご好評につき
ファンキーフランケンは店舗によって販売終了となっております。何卒 ご理解賜りますようお願い申し上げます。だってみんなパセリが今日おすすめしようと思ったファンキーフランケンも品薄らしい。ごめんキムさん、だるまありがとう。にゃー、これです。これめっちゃ美味しかった。クッキーとピスタチオとチョコレートの味で、このオレンジのソースがキャラメルリボンの味。ご好評につきあって、カロリー250キロカロリーもあった。ここは今日もアイス3個でした。恐ろしい。もう1個食べたいけど我慢や。恐ろしい。広島の店舗はまだありそうだったけど、みんなの地域はないかもしれない。マスク依存症さん10ありがとう。なんでフランケン星になるんだろう。私のフランケンのイメージはアンパンマンのフランケンロボくん。もう本当に切ない。あの子バイキンマンのことをパパーって呼ぶけど、バイキンマンがずっと無視してて切ない。ご主人様お断りですね。品薄って言われたら食べたくなっちゃうよね。パセリが狙ってる31のやつはこれです。このハリーポッター見たことない、すごいもうにわかにも程があるっていうレベルなんだけど、このサンデーの生クリームが食べたいです。みんなにもらったアイスクイーンの31ギフト券でこれを食べたいと狙っています。早く行かなきゃいけん。やばいね、忘れてた。ハラカラさんお断りです。マークさん10ありがとう。クロさんハート、浦部さんアイスありがとう。これそう気になってます。急ぎ急ぎ。誕生日のケーキどうする。みんなパセリ来週誕生日だけど、アイスケーキだとね味決めれないんですよ。だから好みの味とあまり普段食べない味がもう組み合わせられてるから、さあ普通にスーパーで好きなアイス組み合わせた方がいいかなとか思ったりもするし、あのビエネットの箱買ってきてトッピングするのも楽しそうだなとも思ってます。ですが絶対にそんな配信で作る元気がない気がする。リリーベ終わりで翌日生誕祭じゃないですか。だからきっと誕生日の日に食べようもんなら、あの日またぎ配信で食べようもんなら生誕祭の日体調崩しそうな気もしちゃってて、タイミング難しそう。また後日にしようかな。後日がたまりすぎてるな。漆黒のチーズケーキ、あれどんな味がするの？食べましたか？お、運びネット初めて買いました。私の地域はまだ売ってないんだ。業務スーパーにしかないけど、業務スーパーから家までちょっと溶けずに持ち帰るのが難しい。買えないの。親子丼を目分量で測れる人と結婚したいジロ君、お断りです。お断りです。親子丼を目分量で作れますがお断りです。こんばんは。目分量言うてもな、白だしをピュピュってやっただけだよ。水ピュピュってやって、白だしピュピュってやったらできました。そこに一味をピュピュってやったらできました。キャンパーさん10ありがとう。
そう、今ねショールームの卒コンの卒コンのショールームのやつを買ってた方は今ちょうどやってる時間なんですよ。もう申し訳ないけど配信かぶらせて。でも私は明日はもうとんでもなく早起きなので、もう仕方がない。終わるのを待つことはできなかった。公演は待てたけど。皆さんだからショールーム購入してましたの方はそちら優先で、パセリの配信は毎日あるけどショールームは今日しかないから、リアタイしかないからそちら優先で。みつさん10、林藤代さんアイスありがとう、かちゅさんハートありがとう、こうさんお断りです、パニーさんお断り、こんばんは、パいっぱい映ってる、本当本当かい、トシさんハートありがとう、しんいちさんゲームギフト、ストーチのミニマロンさんお断りです。今日はもう9時には終わろうかなって、短いけど9時には終わって明日の準備をしなくてはいけん。こんばんは、今はどれくらい風を待つってことはシングルブロックってこと、じゃあもうダンスパート終わったってことか。キョンシュさんファイト、ジンダイさんファイト、ミツさんバラありがとう、爆睡しますよこの後。でもお風呂と準備を終わらせないといけない、にゃーにゃー、こんばんは、ジロくんファイトありがとう、泣いてる、トシさんレインボースターありがとう、パセリと高尾さやかちゃんのお互いの呼び方何パターンあるの、わかんない、もう通じればいいやぐらいのノリで読んでるから、もう何でもやんやん、やんちゃん、やんこ、やんごろ、さやん、さーやんとか、なんか高尾さんとかなんかもう自由、向こうもパーパちゃん、パーコ、パシェ、パセリ、自由、ラクさん10周年クマ、パニーさんファイトありがとう、生誕のスピーチまだ考えてない、話したいこと何もまとまってない、なんか難しい、ロー人形さんレインボースター、もりもりさん10ありがとう、何でも呼んじゃう、何でも呼んでしまうな、でもなんか久々に呼ばれる呼び方されると嬉しくなっちゃう、たまにしかパちゃんって言わないんですよ。とかパちゃんって言ったらおってなる。私に気があるのかなって思ってしまう。私のことが好きでアピールしてるなちょっと思ってしまう。セリカって呼ばれないですね。呼ばれないよ。ジャーパングさんハートありがとう。リネがたまに呼ぶ、リネがセリとかセリカとかパセリとか、なんかリネもね、宇都宮さんもね呼び方自由自在です。パちゃん来週ヤンゴロの写真集発売です、やばい、なんか脳みそが寝てる、寝始めた、まぶたも寝てるけど、
アイドルになる前はセリって呼ばれてました。家族にも友達にもみんな。白熊さんかわいい、ありがとう。マクールさん10ありがとう。ジャーパンクさん10ありがとう。こんばんは。マチャルさん10ありがとう。玉ねぎ食べたからかな。玉ねぎ食べると私ね、玉ねぎに火を通さず食べるとなんかアレルギー出るんですけど、ちゃんと今日は火通したよ。普通に満腹だからかもしれない、早起きしたからかもしれない。みんなも一日お疲れ様です。みんな毎日偉い偉いのに配信も見てくれてありがとう。まるさん、だるま、としさん、バラ、ありがとう。くろさん、しんいちさん、ハート、ありがとう。れねさん、バラ、ありがとう。今日ね、マネネと、マネネがね、なんか最近もう疲れが取れないよって言ってきて、なんかわかります、メンバーなんか言ってるんですよ。結構疲れが寝ても寝ても取れないって言ってて、あのオールナイトフジコあたりから多分あそこで睡眠時間がおかしくなったのかみんな言ってるまさかのマネネもでした。こんばんは。ふん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 。でもね、ここ数日はたくさん寝れてます。国内時差ボケ、確かに。しかも飛行機乗ったからね、慣れないものに乗ったりしたから、ね、そうかも。クエン酸分かった、酸っぱいの。あのあれ飲んだよ、あれなんだっけ、シークワーサー。シークワーサーはレモンの何倍も疲労回復効果があるっていうのを見て、昨日クエン酸じゃなかった、間違った、シークワーサーのやつ炭酸水で割って飲んだけど、沖縄のツアーの景品でもらったやつまだね残ってるんですよ。全然減らなくて、あの濃度が濃すぎて炭酸水8に対してシークワーサー2ぐらいでももう酸っぱいので、もう全然減らなくって、いっぱい飲まなきゃいけん、やばいよ。タンタン10、カシモラーさん10、モリモリさんハートありがとう。こんばんは、こんばんは。シークワーサーリノットさんハートありがとう。何がおすすめですか、何がおすすめかい。なんかね、瓶に入ってるシークワーサーで、でも多分早く飲まなきゃだよね。そうなんだけどね、減らないんですよ。もう数ヶ月ずっと飲み続けてるんだけどなかなか減らないんだよね。梅干しかな、疲労回復効果。梅干し、あとはお酢、こんばんは。何が良いの、キレートレモン、あるよね。キレートレモンね、たまに飲むよ、レッスン帰りとか。炭酸が欲しいと思ったらキレートレモンかオロナミン C とか、そういうの飲むよ。ところてんはもずくが食べたいかも。もずく。としさんレインボースターありがとう。みきやくん10ありがとう。みき
気温がおかしいから自律神経おかしくなってる人多いらしい。でも確かに気温おかしいよね。なんか難しい気温してる、大変接しづらい気温してるまだね初対面だから、今年のこの時期の気温とは。これから仲を深めていこうと思います。むずいもんな、そういうのも関係あるの疲労ってもずく大好きなんだけど塩分高いから塩分高いから我慢せんといけん。もずく大好きなのに、大好きなのにそうやって離れ離れにされるのは悲しいけど仕方がない。もずく、豆腐にもずくかけるの好きです。さらにお酢を追加して食べます。もう飲む、食べるとかじゃなくて飲む。もずくはあの上のシュッて蓋を取ったら飲む。え、もう時間なの？本当じゃん、9時じゃん、早っ。荷造りする気起きてないです。荷造りする気もお風呂入ってドライヤーする気も起きてない。やだー、やだよー。トシさんハート、海見渡るさんペロペロキャンディーありがとう。やだよ無理だよ。福ちゃんファイト、しんいちさんファイト、ありがとう。ベー、荷造り代行受けたまわりますだって。お願いしちゃおうかしら。クックさんファイト、りょうへいさんかわいい、ありがとう。なんか急にかわいいって言われた。イエー、豆腐にもずくやってみます。やってみて、おいしいよ。ねえ無理やって、もうドライヤー免除、免除してほしい。お願いします。分担してくれるの？じゃああなたは髪の毛洗う係、あなたはドライヤー係、あなたは何、テレビの電源消す係、あなたは電気を消す係。ねえ、ドライヤーフーフーしてくれるのまさかの吐息で乾かしてくれるの？吐息タイプ、やだよー。わ、なんかたくさんの人が来てくださってる。こんばんは。私は今荷造りをしなくちゃいけなくてダダをこねています。こんばんは。乃木坂さんからの、わーわー、よりによってダダをこねてる時にこんばんは。 STU48 の尾崎せりかと申します。いらっしゃいませ。これだけ人が来てくれたら私がドライヤーをしなくてもみんなでフーフーしてくれるかもしれない。キムさんお断り。グリアリーナ行きました。おお、チコリータのアイコンだ。チコチコ、パセリのルームにとびとびサービス来るの珍しいよ。いつもチコとかじゃない？ねえ、チコリータのところみんないつも行くのに、今日はなんとパセリでした。キャー、あ、今の時間も配信してないのかみんな。やったー、こんばんは。ホタテ屋さんだるま、ありがとう。お湯の温度を好みにします。パセリは42度で、43度にします。43度でよろしく。
ナナシさん、ジュー、クロさん、ペロペロキャンディー、コバさん、ハート、ありがとう。ありがとう。わあ、本当だ、急にめっちゃ増えた。さっきまで3500とかやったのに急に6000とかになっちゃった。びっくりびっくり。工藤さんのルームにはしょっちゅう飛ばされてます。もう常連なんですね。え、43暑い？嘘じゃん。嘘、暑い？え、嘘、間違ってる。私わーわー、配信始まる前の私にちゃんとメイクしときやって言いたいわ。目と眉毛だけしたらなんとかなるだろうとか思ったら、まさかのこのタイミングで、このタイミングでみんなが来てくれるとは思わなかったよ。ちょっと今日もうちょっと粘るか配信ね、せっかくだから。スプマンテさん、ハートありがとう。ちょっと目覚めました。43度、暑い？嘘、暑い？え、でも私んちのやつさ、ピッピッピッじゃないんですよ。あの温度をさ、お風呂の蛇口んとこでねじるやつだよ。だから正しい温度わかんないけど、多分43ぐらいかなと思ったけど違うの？でも実家は43度だよ。違うんか。鈴木翔さん、鈴木さん、ハートありがとうございます。いっちゃん、ハートありがとう。暑いんか。新一さん、小判ありがとう。41くらいがちょうどいい。じゃあ41なんかな、どうなんだろう。小じやすさん、ハートありがとう。影虎さん、ハートありがとう。ポンポポンポポン。つかさん、レインボースターありがとう。ハンニバルさん、ハート。すごいすごいアバター、美味しそうなアバター。機種によって差がある。ああ、じゃあそうなのかな。私んちのお風呂が優しいのかもしれない。優しめなのかもしれない。今日チェックしてみます、温度。だから本当の温度が知りたい方はまた来てください。ちょっと今日まぶたが重ためです。ちょっとね、親子丼作ったら食べ過ぎちゃいました。鶏肉を、鶏胸肉1枚入れてしまったんですよ。だから結構お腹いっぱいになって一気に睡魔が来た。食べ過ぎ、タンパク質取り過ぎ。そう、親子丼。時すでにお寿司さん、ハートありがとう。台湾のクーさん、ハートありがとう。満腹ねむねむ太郎です。アシーさん、バラありがとう。まあまあ多いだよね。絶対多いよね。でも今日はあのいつも食材を共有しているソラハタンがショールームのお仕事でいなくて、だから一人ぼっちの今日、一人でリンゴ飴並んだんです、パルコ行って。
今日さ公園とかあるの忘れてて、全然危機管理能力なくて普通に仕事終わりにパルコ行ってリンゴ飴の行列に並んで、でリンゴ飴を買ったんですよ。代官山リンゴ飴やっと買えたと思って写真撮って、よし食べるぞって蓋を開けた瞬間にフォークとリンゴ1個が落っこちて、はぁーってなった。今日の悲しかった出来事1、これがまず1個目。もう1個あって、もう1個はお仕事現場に行ったんよ。ちゃんと余裕持って行ったんですね。そしたらあのコンコンコンってやってマネージャーさんが中から出てきて、お疲れ様です、あの今日の私のやつってあっちの部屋ですかって言ったら、え違う場所だよって言われて、んってえって確認したら、あの昨日の連絡確認したら違う場所で、そうで、しかも家に近い方、なんか場所が A と B があって、その本来行く場所の方が、本当の集合場所の方が家から近くて、まあ余裕持ってたから間に合ったんですけど、うん、よかったけど。で私が今からじゃ急いで行きますって言ってその場を後にして、で現地にいるマネージャーさん2人に連絡したんですよ。すいません間違ってでもう一個のとこ行ってました、今から急いで行きますって言って、そして着いたらさっきその違う場所で教えてくれたマネージャーさんからも、お先がそっちに今向かってますって来たし、もう一人のマネージャーさんもその2人本来の場所に2人いて、本来の場所の2人にさそれぞれに送っちゃったから、今から行きますって、そのマネージャーさん同士でも今から来るそうですよみたいな、なんかバセニが間違ったのがどん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 共有されてしまって、いろんな人に。そう今日のあったやらかしエピソードでも間に合ってよかった。やっぱ余裕持って行動してると間に合うからよかったです。間に合いました。なんなら着いてからしばらくこっちが待ってたぐらいのそう着いてから私20分ぐらい待機してたから、全然余裕で間に合ってた。こんばんは。ね、恥ずかしい。リンゴ飴落としたのも悲しいし、でもいいんだ、でもいいんだ。あとリンゴ飴屋さんに行ったらパルコにあるからおしゃれな人ばっかり並んでて、で私はもう今日もう眉毛と目だけメイクしとけばいいやっていう日だから、ここからここにマスクをしていけばよかったもののしていかなかったんですよ。だからおしゃれな人の中でね、恥ずかしいなって、恥ずかしい。店員さんもおしゃれでさ、あメイクしてくればよかったなって思いながら、今日はね失敗もありましたけど、親子丼目分量で作れたからなかなかにハッピーです。全然大丈夫、本当？リンゴ飴美味しかった。あの代官山キャンディアップルのリンゴ飴は去年食べて、差し入れでもらって食べてからリンゴ飴の概念が変わってすっごく好き、すごい好きなリンゴ飴。すごいっしょ？白だしって、白だしのおかげで親子丼が美味しくできました。いっちゃんレインボースターありがとう。ショールームで報告したら天才って言われるの？なんて優しい世界なの。この世にはすごく嫌なこともあり、あの溢れてるけど、ここで生きてたら何でも褒めてもらえる。もしかして呼吸をしてるだけで褒めてもらえる。こんばんは。代官山のリンゴ飴福岡にもあるよ、いろんなところにあるよ。土方歳三さんレインボースターありがとう。
次は他人丼何にする？今冷凍庫にふるさと納税の牛タンがいます。牛タンがいるよ。牛タンとサバがいる。どうかな、合わないよね。牛タンとサバの他人丼、他人すぎん？さすがにもっとなんか親子っぽいけど他人の方がいいよね。シチュー作りたい。米粉で作るシチュー作りたい。サバ人による。人によるの。パセは褒められる側。じゃあずっとパセでいいよ。安尾くん花束ありがとう。サバは塩焼きです。塩焼きがいっちゃ美味しい。油揚げとネギを卵でとじるのおすすめ。わー美味しそう。だししみしみ、だしみしみ。クリームシチュー作りたい。ともっちたんレインボースターありがとう。にょん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 。そろそろ睡魔の限界が来そうだよ。15分。今日喋り方がめちゃくちゃゆっくりしちゃってる。親子丼食べるまでは結構元気だったんですよ。親子丼食べてからこの調子困っちゃったね。サバ超好き。あ、回転寿司行きたいです。回転寿司行きたいって言ってるメンバーがいたらパセリがちょっと行きたいよって言ってましたって。人間あるある。じゃあみんなも人間だから共感してくれるか。ああそうだった、荷造り忘れてました。ショールーム終わったら荷造りせんといけん。そう、明日4時半にテレパシー送っといてください。パセリ起きてって。テレパシーよろしく。朝配信はないです。お風呂も頑張る。ありがとう、よろしくお願いします。あ、ヘルプ送るね。ドライヤーのヘルプ送るからよろしく。あとあれもよろしく。ドゥームズデンのヘルプもよろしく。みんなでゾンビを倒しましょう。よろしく。では皆さんありがとうございました。壇上タイムに行きたいと思います。壇上行きます。13位ともっちたん、12位ホタテ屋さん、11位としさん、10位ふくちゃん、9位ゆうちゃん、8位しんいちさん、7位ジョナラゴさん、6位クアドリさん、5位いっちゃん、4位一粒の麦もしさん、3位カメさん、2位山猫坊主さん、1位カズノシンさん、ありがとうございました。リキさんバラありがとう。みんなありがとう。では明日の夜配信でまた会いましょう。今日まだメール送れるよね。お休みメール送ります。お休みします。メールでバイバイ。みんなお疲れ様でした一日。また明日。バイバーイ。